鬼ヤンマ、鬼ヤンマで、はい、虫よけらしいですよ。あ、そうなんだ。はい、あ、虫が来ないの？はい。この子も見て。そう、鬼ヤンマなんか最強のなんかそこら辺のあれらしい、ね。怖がって。敵が来ないんで。なるほど。鬼ヤンマには。この模様と形で？そう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 。こんなん騙されへんでしょ。いや、なんか効果あるらしいっすよ。知らんけど。でこれ大きくないし。大きい人ではないね。大きい人かんと、大きい人かんと目立たへんし。いいね、トンボ。これ、あの、トンボもね、竜神さんのお使いって言ったり。そうなの。竜神の使いとも使える。何の使い？竜神さんのお使い。じゃあ、お使いかもしれないね。竜神。今日来てくれたことが多分紹介ね。まだ多分、人間の中だから、トンボ。ありがとう。両親おるから、あれなんですよ。竜神はどういうこと？あら人神ですか、僕。あら人神。あ、そうなんや。竜のね。あ、じゃあこれ、タツ年。タツ年。あ、今日タツ年が2人。ダブルタツだね。ダブルタス。翔くんは何年ですか？鳥。あ、鳥なの？鳥年、はい。鳥さん。私も鳥さんなんだけど。俺は羊。かわいい。かわいい。かわいい。メイメイさん。羊の。優しい羊さんじゃん。ヤギ座。なんか、どっちも生贄っぽいじゃん。生贄は嫌や。十五目から十兆っていう。あ、十兆目から。十兆目から変わるんだ。おお。神さんがおるわけ？神さん。ご神器がなんか。ご神。ご神器。神様の木。ああ。ご神器がなんかすごくそこから。多いんです。そこから変わるんですって。急に軽くなって元気になっちゃう。元気になっちゃう。なんかおおって言いながら。もうね、もうたまにやる。そうか。ダッシュだ。いや俺。多分半分来たからもう気分的にあと半分やもんで、それでまだまだなるんかな思っとった。そんな神の木があるわけ。そうですね。神の木と普通の木と分かるわけ。分かります。だから下山するときも分かります。もう気が重くなる。だんだん人間界人間界だ。人間界足が重くなってきた。ああ、体で感じるわけね。人間界だ。すごいね。神様巡りされてすごい、ね、敏感なんです。人間より神様好きなんです。人間より神様。神様は嘘つけへんもんな。そうなんですよ。神様は嘘つかない。人間は騙し捨てるし。今日だけどえっちゃんが来られたんで、俺の YouTube はいいんなんて。あ、そうなんですか。あ、そうですね。あの、もともと友達なんですけど、はい、で上げてたやつを見て、こうこんなのやってんだと思ってて、あの宮城さんが撮ったのを出したら、あ、でたまたま昨日やったハスワークっていうのにすごい興味あって、うん、ハスの花を折り紙で想像するんですけど、うん、そしたら次の日あるよと、と思って、これ呼ばれた。聖地って言われてる。ご神体の山は。全然知らなくて、あの系の人はみんな来る山。なんかもうほら兵庫って遠いなとか、自分はあまり行かないだろうなと思ってたけど呼ばれたって感じで。呼ばれた、おめでとう。ありがとうございます。またぜひ。それ思いついてすぐ。そう、なんか東京から弾丸ツアーで、だから普通にこれなかったら普通に多分観光して帰る、うん、けどこれあるよって、あ、見たやつだと思って。こんにちは。そう、そしたら一緒にね、あ、そう、ユーチューバーのおじさま、もう本人だと思って、本人声しかあれ分かんなかったんだけど、ね、おーと思って。出会いが、つながったね。ではね、つながって。不思議なご縁ですね。引き寄せられてます。で、昨日この石段を作ったっていう方と会って。ここの？ね、この中で、岡さんね、この石の。ほんまかわからんけど。階段を作った方と。ここ、ほら、昨日も登った？あ、登ってないんですけど、その作られた方が一緒に食べいたんですよ。どこに？寿司屋さん。あ、岩松？あ、静岡県。
寿司屋で会うたわけ。高砂で不思議なお寿司屋さんがいるんです。あ、山津さんね。そうそう、あ、山津さん、あ、行ったことある。あ、そうなんですか。昨日は初めて。山津、岩松。あ、岩松。はい、お友達なんです、ご店主さんが。ここに来てたお客さんがここでを作ったから、台車登りますって言ってじゃあ噛み締めて登りますへえ。昨日ほな高砂にお泊まりになったんですか。昨日は姫路ですね。ああ、これ高砂まで食事、その駅、その駅、で昨日2時に着いたんですけど、あの姫路に、はい、3時過ぎに、ま、あのね、あの桐山さんと待ち合わせだったので急いで姫路城に登って忙しいなそれ行っとかなきゃと思ってほんで高砂へ来られて、ほんでまた姫路で泊まって今日、そうですね、そうで今日帰るんですね。おまた姫路に戻って新幹線で帰ります。明石から乗れることはできるけど、あんまりあれだもんね、乗り換え会社だもんね、こっちの新幹線の。で、いや、姫路が経由で買ってるから、実は。はい、実況は中毒きました。はい、もう行ける、もうちょっと行ける、ちょっと、ちょっと、ありがとうございます、はい、すごいな、シュワンチップばっかり。そうそうそう、もうちょっと向こう行ってみていいですか。簡単にゴシゴシできる、簡単にゴシゴシできる。ああ、そうですね。多分我慢できなかった。いや、今度は全然気がつかなかった。うん、あとで皆さんにこれをあげますね。うん、お下がりを。八王子から。八王子、東京の。はい、東京から。そうです。お疲れ様。お菓子、はい、はい、はい、5の方がいい感じ、はい、いっぱいあればもっと落としてくれる。虫がなんか汗で溺れるんですよ本当だ結構何匹か溺ったんですけど、すごい溢れ出てる。汗で溺れ死ぬ、溺れ死ぬおもろいな、敵死カムズなります、カムルギカムラミの御子ともちて、ひねみ親かぶいざなぎの狼、つくしのひぬらの立花のおどのあわぎ腹に、急ぎ腹へたまえし時にあれませる腹人の狼たち、
もろもろのまがごと罪けがれを払えたまえ、清めたまえと申すことのよしを。天つかみ、国つかみ、八百万の神たちともに、きこしめせと、かしこみ、かしこみ、もまおす。今日は一般の方が3人来ていただいて、大変ありがとうございます。ああ、暑い。じゃあちょっと奥もお参りしてるので、あ、奥も、はい、あいちゃんの前を、はい、じゃあ、はい、順番にやる。俺清めなあかん一番清めなあかん、あいたまえ清めた、あ、素晴らしい、すごい、めちゃ汗溺れてるんですよ、虫が汗で溺れてる汗でめちゃ皮膚だわ、新陳代謝がええんかな、すごい、その汗のかき方素晴らしい、昨日の酒が出てきてああ、ほな健康になるわ、これゴミですか、はい、前に一緒にスタッフやってた方が、ここをなんか龍が上がってったとかって、カイさん言ってたね。うん、言ってた。今上がってきた。え、龍が見えたわけ？そうそう、いるんですよ、結構見える人。ほう。ほう。へぇ。ここはまなみさんにお好きなように、お好きなように、どうぞ。じゃあみんなで唱えます、はい、じゃあ皆さん輪になって、ね、はい、輪になってください、ここが5人だから今日5号艇です、5号艇で、はい、本当に輪になってあー、そこウチがある、あの気をつけてはい、はい、はい、青上のりと、うん、はい、はい、はい、と、あの唱え方、青上3回だけ言います。はい、せーの。あうえい。あうえい。あうえい。おー、いい風が吹いてきました。おー、ほんとや。でもね、こう唱えてると、ほら、ほらほらほら。もう喜ぶんで、歓迎されてると、ね、風が吹く。人風が、あちらに疲労が、はい、疲労が私、ね、あー、おー、いい風、あー、おー、おー、皆様、これで精一杯です、おー、なんか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 、山虫だわ、資源者だわ、何月頃実家やったの、8月、9月、頭やったから、暑いやん、はい、暑い、一番暑い時に、はい、すごいな、10回ふぅーすごい、へぇ、記録ちゃうそれ、いやー、どうなんですかね、でもギネスに申請しよう、またおるんじゃないですか、上がね、10回、それも8月確か、あれ、あの最近、始まった9月頭ぐらい、おお、まだまだ暑いやん、暑かったですね、あれが、神島、ちょっとだけ見えるわ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、小豆島、次は淡路島、淡路島で、小豆島、小豆島、
もちろん初めてやね。もう一踏ん張り。ショーなんです。すごいじゃん。本当だ。隠れてる。誕生日プレゼントで。誰から？素敵なプレゼント。兵庫県縦断の仲間ですね。そうですね。目って書いて、羊。本当だ。で、ショー、僕の名前なんです。ほんまに？そう。高橋ショー。示す編。芸能人。ね、ねって書いてて。ねって書いてて。で、羊。で、僕の名前です。ショーです。おぉ、高橋、翔くん。翔、はい。ここはいつ頃か、1年ぐらいですかね。1年ぐらい。うん、ウルトラ100走って完走したら僕、何キロマラソン？ 100キロ。完走できたら、トライアスロンしよう思ってたんですよ。だけど、トライアスロンしようと思ったらバイクがあって、高いし、スイムのね、練習するのも高いから、うん、っていうことでトレイルランニングしとこうかなと思って、でそこからなんで32からですね。山で。じゃあ8年ぐらい。8年ぐらいですかね。もともとマラソン好きなんだ。いや、全然。あ、そう。はい。1500m も完走できなかったです。学校行っとると。もともと陸上部とか。いや、野球部。野球部なの。はい、小学校1年から高3まで野球部やったんですけど、長距離全然ダメ。高見倉神宮清掃の日、東京からの仲間と一緒に。今日も最後まで行けなかったところありがとうございました。